はい、マッチングしました。それではやっていきたいと思います。 PUBG モバイル、皆さんよろしくお願いします。ということで、まあ、本日はですね、まあ、前回のアップデートで SR が強化されたらしいんですよ。まあこのヨッシーは SR めちゃくちゃ下手くそなんですが、まあ今回 SR を使ってねやっていこうと思います。はい、まあ使えるか使えないかわかんないんですが、まあなんとなく持って打ちまくれば当たるんじゃねえかなと、まあそういった容易な考えでやっていこうと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ということでイベントモードのリビックでございます。やっていきましょう。ということで、どこに行こうというのかね、やはりミッドステインですね。ありがとうございます、降りてくれてありがとうございます。はい、ということでやっていきましょう。まあミッドだったらね、大体敵がいるんでね、まあ敵と戦えるということが素晴らしい。ヘルプ任せろ。さあ、いますかね。まあ1枚いる。うん、1枚被ってるぐらいか。ありがたりと。あ、どんかぶりしてごめんね。うん、なるほど。あそこ行ったのに。オッケー。武器がない。武器がない。来た、最強武器。これで撃ちまくってくるぜ。どこだ？どっか降りてたよな、今。どこだ？いたよな。どこ行った？なんかバレンタインデーみたいになってる。これボットだな。この足音はボットだな。あざーす。あざーす。で、どこにいるのかな？多分どっかいると思うけどな。ぴょん。ね、降りてたもんね。ちょっと探そう。探してみよう。どっかにいると思うけどな。いや、でも3枚だからもういないのか。いないです。はい、ということで、SR 探そうか。SR 探していきたいと思います。まず、この249。刀キラーの249を使いながら、SR 探して SR でぶち抜いていくっていうことをやっていこうかなと思います。探そう。いや、美味しいね、ミッド。美味しい、美味しい。SR どこあるかな？そもそも。リビックってあんまないかな？リビック落ちてないかな？わからんね。てか、ボットがめっちゃいるな。416か。416使いたいな。だけど、まあ、ここはね、249。最強の、この武器、249を使っていこうかなと思います。なんかめっちゃ、なんか、何あれ、ん？ん？どうしたあれ。なんか、ガッチャンガッチャン鳴ってるけど、何あれ。え？なんか、あ？なんかあんの？何今の？知らないけど。ナイス？ナイス？なんか、銃声鳴ったね。どっかいるか？今の銃声。あ、なんかいるぞ、ここ。カンカンカン。よし、キュッ、キュッ、キュッ、シャーン。切っていく。ありがとうございます。私は、刀を使える男だ。サイボーグ忍者と呼んでくれ。あったか。ということで、SR 見つけましたね。これで SR 使っていこうかなと思います。実際どうなんだろうね。みんな使っていくかな？SR。あとスコープだね。長めのスコープが欲しいですね。さて、249。最強の武器249と、この SR を使ってね。まあ、しっかりと鈍活していこうかなと思います。で、249がなぜ最強か。解説しましょうか。まあ、どうせね、また怒られるかもしれないんですが、249。刀に対して強いんだよ。刀のガードをされたとしても、このガードをね、打ち破ることができるわけですよ。弾数で。そこがやっぱ強みだと思う。勝手な考えな。勝手な考えな。さ、そちらさんはどなたさん？まあ倒してるからいいか。ということで、まだまだこのバレンタイン色が収まってございませんね。皆さんはね、もうチョコレート飽きるほど食ったと思うんですよ。なんでもう、そろそろいいだろうっていう考えだと思うんですがね。
この PUBG モバイルの世界ではね、まだ諦めきれてないんですよね、おそらく。諦めきれてない猛者がいる。うん。バレンタインで現実を受け止めれていないね。猛者がまだいるということでね。まあ、このようにまだ、バレンタイン色がね、強いまんまになっておりますね。まあ、そんな話はどうでもいいんだよ。そんな話はどうでもいいんだよ。スコープくれないか。私は今日、強化された SR2 のをね、使いたいわけよ。なんか、貫通するんだっけ？貫通するみたいな感じだよね。なんで、その貫通を使いたいわけよ。まあ、ヨッシーの SR2 のは、全然うまくないんだけどね、そもそも。うん。まあ、みんな知らないだろうけどね。ヨッシーの SR2 だね。クッソ下手クソで有名なんですよ。みんな知らないかもしれないけど。うん。てかね、まあ、結構ね、この PUBG モバイルをまた始めてね、温かいコメントをいただいております。ありがとうございます。温けえな。うん。やっぱり温かさをすげえ感じるわ。未だに私はゲームやってるとこは寒いんですけど、めちゃくちゃ温かみを感じるわ。うん、ありがとうみんな、本当に。うん、感謝している。グローザーあったのか、拾いたいな。まあいいか。仕方ない。今は、この SR っちゅうのをみんなにぶちかましていきたいんでね。SR ぶちかましていこう。うん、でもなかなかね、スコープもないから、あんま使えないな、これ。私のスコープ、あった4スコ、OK。とりあえず、まあ、スコープであればいいわ。なんでも。4スコでもいいわ。まあ、できれば、6、8とかが欲しいんだけどね。まあ、そんなこと言ったって、ないものはないからね。さあ、人数は減っているぞ。まあ、敵がどこにいるかわかんないんでね、慎重に動きたいところなんだけど、まあ、どう見ても、慎重には動いていないよね、今さっきから。うん。で、まあ、仕方ないよね。なんか足音してるな。足音してるということはもう SR の距離じゃないっていうことだよな。だけど、それで SR を使っていく。全然下手くそだ。見たか。これが強化された SR だよ、君。うん。全然 SR の必要性なかったけどね、今の。今完全に全然 SR の必要性一個もなかったけどね。でもね、この SR を撃つことによって、なんか SR 猛者がいるっていう風に思ったりしません？なんか。不思議と。SR 使ってる人を見たらなんか不思議と強い人がいるような感覚に襲われるのは私だけでしょうか。うん。ちょっと警戒しちゃう。だけど持ってるのが俺だったら、あまり意味がないっていうところもね、あるよね。うん。あんまり上手くないやつが持ってもね、まあ、SR っていうのはそういうもんだでね。上手いやつが持てば強い。さあ、まあ、それはどうでもいいとして、敵はどこにいるんだろうか。うん。果たして、どこにいるんだろうか。このままおそらくボットしかいない可能性すらも、あるかもしれない。うん。ただ、SR を使って、私はね、ドン勝したいわけよ。スコープ？いや、俺もないんだよ、スコープ。んだから、ちょっと、ごめんね。あ、殴っていく！やめて！やめて、痛い。痛いよ。スコープくれって言ってるの？もしかして。ない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 。そんな。もう、銃声だ。そんなさ、なんていうかな。トトロのさ、メイちゃんに、こう、トウモロコシ、おぉ！びっくりした。トウモロコシくれ、みたいな、言ってるヤギさんみたいなことしてもダメだよ。なあ、それなんかいいね。ふわーっとなんか飛んでる感じいいね。アガサプラナイス？レベル1やんけ、それ。レベル1あったとしてもさ、いらないよ。ごめん、なんか変なこと言っちゃって。残り人数が少なくなってまいりましたね。SR 許可されたらしいよ、みんな。SR 許可されたらしいよ。うん。使ってるかな、みんな。僕は初めて使ったんだけど。いやー、ちょっとそれどこにいるかわかんないな。しかも打ち合ってるでしょ、それ。ボットとかいうやつが。うん。やべえ、プレイヤーいないかもしれない、これ。いや、いなくても、みんな見てくれるよね、最後まで。うん、お願いだよ。ボットしかいないかもしれない。けど、もう最後まで見てくれ。お願いだ。頼む。みんなが見てくれて、温かいコメントをいただけるだけでもうね、すごいテンション上がるから。今日一日がね、すごい元気になるから。頼むよ。お願いします。はい。ということで、ちょっと決めたいね。さすがに。
SR で決めたいね。かっこいいとこ見せたいな。まあ、4スコっていうのはちょっと弱点だけどね。さあ、どこだ ?SR 上手くないヨッシーとしてはね、まず頭に当たんないんだよね。そこが問題なんだよ。うん。頭に当てれればね、やっぱいいと思うんだけど、頭当たんねえんだわ。うん。だから、SR うまく使えないんですよね。ボディ1点みたいな。で、ボディ2点みたいな。そんな感じだから、あんま強くないんだよね。やっぱ頭にバーンって抜ければすっげえ強いんだけど、さあ、そうこう言っている間に残り人数の方が4名様になりましたね。うん、これはボットしかいないかもしれない。いやでもそんなこと言ってたらまたやられてしまう可能性があるぞ。うん。めぐみちゃんで暴れているな。そっちに敵が偏っているのかみたいな。はい、いた、いやいやいや。はい、でもよし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 。どこでしょうか、どこでしょうか。言いましたよね、今。確実に言いました。足音が聞こえます。あー、もう距離が違う。いや、でもこれね、向こう走っていくんじゃない?適材、うぃ、いた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 。あ、もう、なんてこと。これ、ボディ2点で終わってしまう。これが良くない。うん。上手い人はね、やっぱヘッド1点、2点で終わっちゃうんだよな。うん。ということで、皆さん、本日もボット戦でしたが、まあ、SR が強くなったらしいんでね、ぜひみんな使ってみてください。はい、ということで、また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。